バブル級砲艦は、イラン海軍の砲艦で2隻が収益した。本級は、イラン海軍が、自国の沿岸防御のために、海軍計画において、イタリアの CNR 社に2隻が発注、建造したクラスである。パラングを描いた、キッテボン級の船体形状は、朝鮮主砲型船体を採用している。全く反り返りのない監視艦板上に、10.2センチメートル速射砲。 お棒立てのついた炭素砲貨で一機を配置。その背後に即挙技を乗せた等型環境を基部として簡素な短脚式の全部マストが立つ。一本煙突の周囲は関西亭置き場となっており、二本一組のボートダビットを片元一組の計二組により運用された。煙突の背後に 10.2cm 速射砲を一機配置。 選首楼の末端に簡素な後部マストが立ち、そこから一段下がった後部甲板上に後部 10.2cm 速射砲が後ろ向きに一機が配置された。収益後に中央部の 10.2cm 速射砲一機を撤去して対空火器として 7.62cm 広角砲を単装砲がで直列に二機に改められた。本級の手法にはアームストロング製。 1917年型 10.2cm 速射砲を採用した。その性能は重量 13.74kg の砲弾を行角45度で 11,700m まで届かせることができた。砲身の不行能力は行角45度、深く5度で旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会を制限を受けた。 装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分7発であった。これを棒立てのついた単装砲がで3機が搭載された。竣工後に対空兵装としてアンサルド製1917年型7.62センチメートル広角砲を採用した。その性能は、 重量 6.5kg の砲弾を行四42度で1万メートルまで、行角70度で高度5740メートルまで届かせることができた。方針の不行能力は行七75度、深く10度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会を制限を受けた。装填形式は自由角度装填で、発射速度は 毎分15発であった。これを単装砲火で2機が搭載された。近接火器として6 5トル単装機銃2丁を搭載された。他に水路閉鎖用に機雷80発を搭載できた。イタリア、CNR シャパレルモ造船所に造船所にて1930年に寄港、気九1931年8月2日に、浸水、1932年に収益。 イギリスのイラン新中時の1941年8月25日に、ホラムシャハルコーにて、オーストラリア海軍のスループ、ヤラト交戦して撃沈。イタリア、CNR シャパレルモ造船所に造船所にて1930年に、気候、1931年11月に、浸水、1932年に襲撃。イギリスのイラン中時の1941年8月25日に、 アーバーダーン港に停泊時に、イギリス海軍、ショアハム級、スループ、ショアハムと交戦して撃沈。ありがとうございます。